もう一回本当の引退理由を言ってもいいですか。いい？本当の引退理由は、私がこの業界に入った時にスカウトしてくれた相沢みなみの海のお父さんでもある、お兄ちゃんでもあって、その方は私にとって最愛ですごく大事な人だったんですね。で、一緒にこの業界入って、入って正直すぐ売れなくていろいろ苦労もしたんですけども、そんな中、その当時の社長と一緒に今日まで頑張って、でファンのみんなにもすごい支えられて頑張ってこれたんですけど、3年前にその社長さんが亡くなってしまって、正直私はその時にすごい心も頭も空っぽになって、だからそのタイミングで辞めようと思ったんですけど、さっき言ったことは嘘ではなくて、実際本当にコロナが始まってしまって辞めようと思ってしばらく何もしてない期間があったんですけど、そのファンのみんなにお礼が言いたいのもそうだし、せっかく2人で作ってきた相沢みなみを私が潰すわけにはいかないなと思って、まだ相沢みなみを生かしたいと思ったので、この 2,3 年間ファンのためもあるし、その相沢社長に恩返しをするつもりでも頑張ってきたんですけど、今コロナが明けて環境も落ち着いて、私も少しだけやっと前を向けるようになって、心の整理もついたから、今だったら辞める、自分の中で自分の時間を今度、自分がやりたいように自分の時間を大切にしようと思って、それで今日ここで言うことを決めました。